アーニャちゃんってまだまだ子供よね。様の苦手な国語を重点的に。国語の勉強、アーニャも一緒にやる。ふん、ダミアン様がお前なんかと一緒に勉強するはずないだろ。次男のいいとこどこ？それは、その、今ちょっと思い出せないだけで、ダミアン様のいいところはのか。帰るけど、それがなんだよ。仲良し作戦、アーニャ、父の任務成功させる。アーニャも今から家帰る。あ、だからどうした。じゃな。次男とおしゃべり難しい。でもアーニャ諦めない。次男と仲良くなって世界救ってみせる。おかえり。おかえりなさい。おう。アーニャ帰還。おう。挑戦したんです。今持ってきますね。やっぱり大丈夫。アーニャお腹いっぱい。もうこんな時間か。そろそろ夕飯にするか。今日はハンバーグの予定だったな。わーい、今日の夜ご飯、父の作るハンバーグ。よくわかったな。と、宿題があるなら早めに済ませておけよ。あ、そういえば。ではヨロさん、僕は夕飯の準備をしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ私はその間にボンドさんのお夕飯を。ボンドさん。アーニャ遊んでる暇ない。絵日記で忙しい。絵日記が宿題なのか。何を書くんだ？それに悩んでいる。
本日はここまでとする。諸君気をつけて帰るのだぞ。アーニャちゃん、課題で出た絵日記だけど何描くの？アーニャすごい絵日記描く。それってどういう絵日記なの？次男はどんなの描く？あ、絵日記？なんでそんなやつに聞くのよ。どんなの描こうが関係ねえだろ。安く喋りかけんな。すごい絵日記描いたら次男にも見せてやる。すごい絵日記？庶民のすごいなんて大したことねえだろ。そうだそうだ！ちょっと、実際大したことなくてもアーニャちゃんにとってはすごいものなのかもしれないでしょ。はっ。ってことがあった。そうか。それにしても絵日記なんてすごいも何もないだろう。そもそも絵日記はその日の出来事を絵と文章で表現させてアウトプットの強化を図りつつ、教師が生徒の日常の把握を。父難しいこと言ってる。でも次男にすごい絵日記見せないと。そもそもなんでそんなこと言ったんだ？プラン B のため。すごい絵日記が描けるなんてすごいぜ。アーニャさん、友達になってくれってなる予定。目立ちたかったから。そうか、うん、そうか。でもすごい絵日記って何でしょう。楽しい思い出を描くとかでしょうか？アーニャ、楽しいお出かけしたい。宿題に前向きに取り組もうとしているのはいいことだな。少し検討してみてもいいが。お出かけをしたら絵日記も描きやすいですよね。わかったわかった。それじゃあどこに出かけるか決めるとするか。おまでにちゃんと準備するんだぞ。
今日はペンギンさんと一緒に寝る。そろそろ寝る時間だぞ。あーや、まだ寝ない。眠そうにしながら何言ってるんだ。ずいぶんと張り切ってるな。ウォフ。おはようございます、アーニャさん。いいお天気ですね。母、今日はずっと晴れ？そうですね、見たところ雲はなさそうですが。朝の天気予報では一日晴れると言っていたぞ。
あんまり近づくと濡れるぞ。楽しそうですね。それじゃあ帰るか。
お出かけ楽しかった。ブーフ。お出かけお疲れ様でした。ヨルさんもお疲れ様でした。お出かけ楽しかった。次のお出かけはどこ行く？ブフブフ。落ち着け。一休みをしたら話し合いを始めましょう。ペンギンさんと一緒に寝る。もう寝る時間？そうですね。いい子は寝る時間ですよ。うい、アーニャ寝る。じゃあ次のお出かけはみんなで町に買い物に行くのはどうだ？お買い物いいですね。わかったわかった。ヨルさんは何か買いたいものとかありますか？そうですね、ココアがなくなりそうなので買い足そうかなと。ココア。よし、次のお出かけは街に買い物で決まりだな。
寝る時間？そうですね、いい子は寝る時間ですよ。うい、アーニャ寝る。そろそろ寝るぞ。歯は磨いたのか？今やるところ。Yeah!
しいただいても差し支えございませんでしょうか。こんにちは、あるいはこんばんは、エージェント辰丸。今回のターゲットは美術品に隠された暗号だ。敷地内の至る所に美術品があり、そのうちのどれに暗号があるかは不明だ。なので片っ端から調査する必要がある。というわけで今すぐ行ってこい。無茶なオーダーのため情報を集める時間はなかった。情報不足のまま変装して潜入するよりは強引に忍び込んで対象を回収する方が良さそうだな。監視には注意して進もう。
残り3つか。こちら黄昏、すべての目標の回収に成功した。よくやった黄昏、直ちに本部へ帰還せよ。ふん、任務完了だ。
はい。
です。そろそろ寝るぞ。歯は磨いたのか？今やるところ。今日はペンギンさんと一緒に寝る。もう寝る時間？ですね、いい子は寝る時間ですよ。うい、アーニャ寝る。
忘れ物はないか？あと帽子だけ。ほら、帽子だ。うい。いい子で頑張れよ。アーニャさん、おはようございます。おはようございます。ぐっすり眠れましたか？アーニャぐっすり寝た。元気いっぱい。ポージャーよ、元気かね？アーニャ絶好調。それは何より、子供は元気が一番だ。家来の心読んで次のテストいい点取る。俺の顔を見て笑った。考えてるんだ。授業、次男と同じ班。プラン B のチャンス。てめえ、マジで邪魔だけはするなよ。やっぱり次男、クソ野郎。また楽しそうな授業ないかな。お菓子を作る授業とか。アーニャもやりたい。ピーナッツ作る。それは無理だろ。アーニャちゃん、見てこれ。ペンギンさんのペン。前も見た。もうアーニャちゃんたら。新しいやつよ。ほら、前のと色も違うでしょ。こういう小さいことから話題を広げるの。おしゃべりするにもきっかけは大事でしょ。きっかけ？ねえ、おしゃべりのきっかけになるなら興味があることでも何でもいいの。アーニャちゃんと話すことが増えたら、みんなアーニャちゃんのいいとこ分かってくれると思うわ。おしゃべりのきっかけ、なんでも。はっ、つまりペンギンさんの話をすれば。え？ペンギンさん？
の話、詳しく聞かせて。おかえり。おかえりなさい。おう。そろそろご飯の準備をするか。ボンド眠い？あはぁ。
通そうか。ふふん、アーニャ偉い。今日の夕飯はハンバーグにするか。ハンバーグ、ワクワク。証拠あんのかよ。そうだそうだ、言いがかりだ。ベッキー大丈夫だ、アーニャ全然気にしてない。さすがアーニャちゃん、大人の余裕だわ。その小馬鹿にしたような笑いやめろ。調子乗んなよブス。そこ、今は掃除の時間だぞ。トニートが欲しいのか。またこいつのせいで恥かかされた。笑顔なのに仲良くなれない。母の教え役に立たない。同じ班になっちゃうなんて最悪だわ。すぐアーニャちゃんに意地悪してさ。まったく、やっぱりまだまだガキね、あいつら。アーニャ別に気にしない。一緒の班になれば次男にいいとこ見せられる。そしたらアーニャのこと尊敬するはず。
仲良くなってプラン B 進む。父も喜ぶし、世界平和。あ、そうだ。ねえアーニャちゃん、おしゃれしてあいつらのこと見返してやりましょうよ。男なんて結局女の見た目には弱いのよ。可愛くなればあんなやつイチコロだわ。アーニャよくわからない、おされ難しい。大丈夫、私が手伝ってあげるわ。星たくさん取るためにアーニャ頑張る。おお、良い心がけだ坊ちゃん。だが焦る必要はない。しっかりと基礎を身につけ、日々を丁寧に過ごしなさい。うい。にならないと父上に振り向いてもらえない。次男焦ってる？ お前に何がわかるんだよ。次のテストに向けて勉強しなきゃ。そんでもって俺もステラをゲットするんだ。先にお星様ゲットするのはなんだと？ダメだ、こいつを見ているとダミアン様がやったモノマネを思い出す。家来もクソ野郎。
おかえり。おかえりなさい。おう。チッチ。どうした？これ何？ああ、抽選券だな。一枚あるから福引きができるな。休みの日になったらな。うい。福引き楽しみですね。ボフ。ははアーニャに特訓してほしい。必殺パンチやキックの特訓。ガーン。どうして急に？母みたいに強くなって一流のエージェントになる。わかりました。じゃあ早速特訓です。私に続いてください。何してるの？父スパイパシュッパシュッ、母殺しやザクザク。お絵描きか、アーニャ。あ、これ見られたらアーニャの能力父と母にバレちゃう。ん？おお、対策だな。ボンドマンだな。わかるぞ、当たりだろ。うい。とすると、この魔女っぽいのはお姫様か。なんかグロいな。この猫は可愛いが。そろそろご飯の準備をするか。Thank you.
腹すいた。この時間に食べると朝ごはんが食べられなくなっちゃいますので、ココアでも入れましょうか。やったー。どんどん寝てる。次のテストに向けて勉強するぞ。アーニャ忙しい。後で。そんなこと言ってたな。急いで行かないといい商品なくなる。それじゃあ行くか。やったかけてないで顔洗ってこい。アーニャ、いいやつ出せる気がする。そうか、頑張れよ。うい、アーニャに任せろ。
決めた。ボンド、お腹すいた？アーニャもすいた。モフ。わかった。今日はアーニャがボンドのご飯作る。母、おはよういます。はい、おはようございます、アーニャさん。今日も一日頑張りましょうね。おはよう。父、今日はなんだか緑色。寝ぼけてないで顔洗ってこい。大変だな。助けに行くぞ。そうですね、悪い人をやっつけに行きましょう。ヨルさんまで乗り気ですね。モフ、ついてこいお前ら。敵の罠に気をつけて行くぞ。あら、皆さんお揃いでお出かけですか？アーニャさんの冒険の付き添いです。
アーニャさん冒険に行くと張り切ってしまいまして。先生もアーニャちゃんの冒険の付き添いなんですね。うん、アーニャが行くって言って聞かなくてな。そうですか、先生が冒険ですか。私だって先輩と冒険に行きたいのに。お姉さんも冒険好き。アーニャもお腹すいた。そろそろ帰るか。今夜の夕飯は何にするか。アーニャハンバーグ食べたい。なんだか長い一日だったような。父疲れた？いや大丈夫だ。次のお出かけ先を決めるか。